ああ。うわ。ずる。見てこれ。やばいよ。素晴らしいね。もうええ。はいよ。今日はどこに行きますか。今日は疲れをね、癒しに。疲れ取りに行く。疲れ取りに行っちゃうよ。行きましょうよ。サウナもあって。サウナもあって。温泉もあって。露天風呂ですよ、しかも。でも今の時間7時19分陸19分でもまだ81キロあります、ここから。どうするよ。怖い。一生つかない。今回は、うん、その先輩がね、連れてってくれるっていうことで、うん、先輩も待たせてますからね。もしかしたら出てくれるかもしれないしね、この YouTube にも。もしかしたら、今日は、お二人でも思う存分楽しむ。まあね、記録 Vlog?、うん、みたいな感じで、はい、撮っていきましょう。いくぞー。待ってろー着きました。あ、長かったね。長かったー。ただいまの時刻9時2分。着きました。着きましたね。本日泊まる宿は稲取荘。海は真っ暗で見えません。明日ね、明日見ようね。そうだね、一旦行くか。よし、入りに行こう。うん、行こう。イナトリ。はい、今着きました。だいぶね、先輩の方待たせてます。まあとりあえず今から温泉入ってサウナ行って、で飯食いに行って、ご飯食べに行って、はい、お酒飲んで、酒飲んでベロベロになります。ベロベロに今日はなりたいと思います。とりあえず温泉に入っていく車でスキップ。いや、お風呂もね、さっぱり上がって上がりました。今からここのこの宿周辺の、はい、居酒屋さん、居酒屋山、こちらの方に行ってみたいと思います。はい、じゃあまた飲みまくります。じゃあそれではいただきます。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 ああ、うまいね。ああ、うまい。これよ、待ってたのは。普通の居酒屋出てくる卵と違う。違う違う違う。やばい。やばい。これやばくない？これはやばい。何これ？これは？これ単純な肝でしょ。あ、うまい。うん。うまいね。これは。やばい。ウニみたい。ウニみたい、なんか、うん、ウニみたい、ウニみたいだよね、ほんとに。わかんないですよ、うん、これさ、もしかしたらこれにちょっとつけて食べたらうまいかな、なんとなく。そう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 、これこう、そう、これどこまで行くの。そう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 、これとか絶対油に乗ってるの。これとかそこ行っちゃえ、そこ行っちゃえな。うわ、ずる。新年明けました、おめでとうございます。まだ2回目でもない。イノシシのスペアリブ。イノシシのスペアリブいきます。暑くないから夫婦しなくていいよ。暑いじゃ絶対。よし。まあでも豚。では。じゃあどうも。ではでは。仕切り直しまして。はい。直しで。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ん？スピリッツなんだ。なんでこれ？一応もらってきたっていう、なんかしょうもないことしたからそんなことないよね。
あ、伊勢君ここにあり、あなたのお酒これでいい、入ってきましたスイッチが。これでいい、じゃあマジこれでいい、え、これなんだ危ない、時間ぶっ飛びました。いっぱい寝た。昨日の夜は一星が秒で収集しました。はい、眠すぎて頭痛すぎて見てこれやばいよ、素晴らしいね。あちあちあちこれですよ、いい天気じゃん次のとこまでさ、あれしよう、あの飛ぶやつやろ。はい、行きます、次のところに、せーの、これですよ、滝です。これがなんだっけ、何の滝だっけ、ドレンだ、ドレンの滝、ドレンの滝、日本滝百選のすごい綺麗な滝です。わさびのあの店行ってみるか。うん、わさびで。それ何？それ何？怖い。わさび団子。わさび団子。え、わさび感なくない？この滝の水でこのわさびを育ててる。あー、ここでね。これ。これすごいっしょ。これ一本一本わさび。わさび醤油団子どうぞ。匂いがわさびなんだ。リアクション大事だよ。いただきます。絶対嘘。絶対嘘。なんか。あれ辛くない？でも。食べてみて。あ、わかる。あ、なるほどね。あ、なんかわさびだ。お前が一番わさびやん。お前一番わさびやん。おいでエリック。来ました、いちごプラザ。何があんだろう。いちごプラザって言ってもいちごあんまなくない？うちわさびソフトも持ってる。大丈夫もう。わさびソフトは。いらない。いらない。いちごプラザ、いちごあんまないんだ。階段登りする。近くにね。うん。明太子ミュージアム。明太子好きやな。あれ大好き。あれ？なくなった。なくなった。まあ別にいいや。行かなくていいの？うん。いや俺もね。お土産のいちご大福と。いちご大福と。わさび味噌。いない。買ってる人いなかったそれ。4つ買いました。いらない。なんで？いやなんか。なんで？いやなんかおばちゃんがこれこれこれ買いすぎ。いやなんかおばちゃんがわさび味噌おすすめだよって言われて、うん、爪楊枝食べて食べた、マジうまくて衝撃受けちゃってるのさっきで、うん、これ買うしかねえと思ってで2個買ったら200円割引って、はいはいはい、4つ買ったらこれだけ。桜屋、桜屋うなぎ到着しました。イエーイ、じゃあ行ってきます。行きます。やばい、楽しみすぎる。俺一回来たから。そう、本当にうまいから。一番好きなのがうなぎだもん。一番大好き。行きます、開けます。よっ、桜屋書いてない。何？いただきます。ここ濃いとこ多いじゃん。うん。
ミラボニコムシはもう結構、あと小骨がちょっとある、うん、桜屋ですよ、うんうん、桜屋、うん、やっぱり味落ちちゃう、うん、国産のさ、なんとか山椒完食です。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。いい光が入ってるんじゃないでしょうか。すごい後ろ汚いですが、キャンプ用具になってるけど、めちゃめちゃ後ろ汚い。弾丸旅行終了。終了しました。どうでしたか、今回の静岡。まあ、でも美味しかった。ご飯だったね。飯がやっぱうまいね。何食ったっけ？まあ、うなぎでしょ、まず。うなぎ。うなぎ。イノシシ。イノシシ食った。取り忘れたけど、朝食バイキングも美味しかったし、そう、温泉からは海が一望できたし、そう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 、 いい旅行だったんじゃないですか。一言言ったら最高な旅行でした。最高です。とりあえずこれから東京に、まあ高速でね、うん、帰ります。また第2弾のなんか旅が、ね、いや、どこ行きたい？第2弾は、そうだね、長野とかも行ってみたいけどね。俺福岡行きたい。あ、行きたい。福岡旅行行きたい。福岡行きたい。なんか弾丸でね、第2弾もどこかに旅行へ行ければいいんじゃないでしょうか。はい、なんか、まあ、そんな感じで、まあ、ここまでもしね、見てくれる人がいたら、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ではまた会いましょう。また会いましょう。バイバーイ。